スーパーマグネティックニューニューやっていきます。どうもアザラシです。やっていくぞ。もう今日は気合入ってる。うおーって、それぐらい気合が入ってる。あのイメージトレーニングしてた。さっきまで気分を高めるあのアスリートがさ、あの試合前にこうテンションを上げるみたいに、ね、あの YouTube で動画見た。マッドを見てた今。ガンダムの動画見た。あの G レコのねバララっていうキャラクターがいるんですけどね、そのキャラクターの動画見てた。あちゃ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 黄色、あのユグドラシルっていう機体に戦う人ですね。あのうさ耳のねモビル、ボカモビルアーマーとモビルスーツ、うさ耳のスーツ着てる人、あの子好き。ジエコはあんまり悪くなかったよ。最後まで見てないんだけど、最後4話ぐらい終えなかった。なんか忙しくて、その時期に超忙しくて。よし、行けた。じゃあ別に出し直す必要なかった。ウィーね、行けちゃうんですここまで。ガンダムよっ、ウィーよっ。ガンダムにも結構可愛いキャラが、いつぐらいからだろうな。まあダブルゼータの頃が一番初めか。プルとかプル2とかあの辺って、あの辺りかな。あの辺りが初めになってるかな。まあそれだったらファーストガンダムがあれか。ファーストガンダムの頃から、まあ、女性キャラはまあやっぱあれかな。キャラものとして見てもまあまあというのもあったかもしれんなとは思うけど。あ、こ危ねえ。今青、あ、一瞬迷ったよ。赤か青か。ここまで順調ではございませんでしょうか。よいしょい、ういアクションゲームのいいところはこのあの、これだな。だ、廊下を通る人がいるからバタンバタン音が鳴るのが非常に嫌だな。非常に嫌ですね。ですが、ここまで来れてしまった。とはもうちょっと静かに閉めてもらいたいですね。生活音が入ってしまう。集音性の高いマイクだったらそういうのもないのかな。まあ言うてもしょうがないね。ういうい、ういどうでしょう、どうでしょう。これがイメージトレーニングの結果よ。アクションゲームのね、このあのなんだろう、なんつったらいいのかな、実力じゃない、この例えばスパロボとかさ、例えばノベルゲームやってるとさ、自分のこの意思のままにうおーってできんじゃん。それがこのアクションゲームだったら、このなんだろう、覚醒したかのごとしの動きができるじゃない。よく何が言いたいんかよく分かる。何が言いたいんか自分でもなんかよくまとまらんけど、覚醒したかごとしみたいな。動きで思いを発散できるっつうのはアクションゲームのいいところだと思う。いけるんじゃね、これ急にいけるんじゃね。ほらこれ焦んないよ。ここだね、ここが難所ですね。ルイスマースムーズですね。スムーズですよ。ここまでこれで、ここで間違いがさえ起こさなければ。あ、違う、なんかあったな。攻略法が、俺思いついたんだった。こう、これよ。おーし。よしよし。お？天才じゃないでしょうか。ここまで来ました。序盤でこの進みっぷり。ん？ん？ん？得体が知れんな。まあ、序盤っていうか、あーね、はあはあはあ、レクシットって書いてあるの気になるね。多分だけどちょっとカメラが
カメラワーカーが。おお、向こうでも行ける。あっちセーフって書いてあるな。試してみるか、いろんなこと。逆だっちゅうの。ちょっと面白くない今の。もう一回挑戦してみます。こっち行って、あー、ほう、こっちは安全だよ。ダッシュジャンプじゃないの、多分あそこの中にたわんから。あ、ちょっとダッシュジャンプじゃなかったな。ダッシュジャンプじゃなかった。アクションゲームはこの自分の意のままにキャラが動くってところがよく、エクストリームバーサスとかやったこと、あまりやったことはハマりっていうか、まあ、ほぼやったことないけれども、なんかこう思いのままにこう戦うのっていいよね。思いのままにこう動かしてやるっていうのが好きです。だからまだちょっと R ボタンが押せ。昔あの SDGO ってゲームや、あのアクション 3D っつかな、 3D っつうか、そのいくよ、 SD のね、ガンダムで戦う4対4のゲームがあったんですよ。 3D で戦うね、 TCG っていうジャンルかな。あれね、なんかあのすごく調子に乗った時、うわーって感じでめちゃめちゃ敵倒してね、あれすごい気持ちよかった。ああいうゲームまたやりたい。これは無理でしょ、戻るしかないじゃん。でもいけんのかな、このカメラは。このカメラは無謀でしょ。だから FPS とかでもそうなのかな、なんかあのね、あの自分が神みたいな動きができる時、あの瞬間ちょっと違ったか。でもいけそうだったね。いけないね。いけそうな気がしたけど、言うほどいけそうではなかったかもしれない。ここまではいけるでしょ。で、ここから、ここもいけるでしょ。ここがちょっと厳しくないかな。ここがね、多分ここでボーンっていったらダメなんだよ。ボーンってあの青で飛ばしたら、左奥に、ここでね、ここでボーンってやるとこっち行っちゃうから、ここに行きたいけど、うまいことダッシュジャンプの方向を掴んでやんないと。こう。あ、いけた、いけるね。いけたね。俺が今、あの赤と青を間違えなければいけた気がするね。SDGO であの、デスサイズ使って7キルとか。デスマッチなのに7キル、デスマッチじゃないな。なんか死んだらいけない残機数決まってるんだけど、それで7キルとかして、あれは最高に気持ちよかったな。あれはあの感覚をもう一度味わいたいなと思ったことは何度も、もう本当に覚醒状態だな。ああいうゲームになんか入るとゾーンみたいなのあるよね、多分トップのそういう何やっとんだ俺は、何やってんだか、トップゲームプレイヤーとか、あ、そもそもゲームじゃなくてもスポーツの世界でもそうだな。うおー、俺覚醒状態だーみたいな時ある。あるある。それが今このニューニューに、あ、訪れんかなと思ってる。にわかに。あれ軸がずれてんのか。見えないところで軸が。チャキン、チャキン。分かっているんだ、分かっちゃな。難しくない？軸がさ、よし、ここまで OK。ここだな、ここが本当に真剣だな。ほい、ほい、ほい、ほいで。はあ。あれ？このスイッチって戻んないの？え？したらしっぱなしか。したらしっぱなしか。
あー、何これ。どういうことなのこれは。どういうことなんですかね。わからん。え、じゃあつまり、セーフティーボタンを押したって感じなのかな俺が。だから、ああ、わからん。いけるか。そら、そういうのはちょっと。ああ、ね。ああね。分かったよ、なんかなんとなく。何をしなければならないのかということも含めて。それはなるほどね、なるほどね。あー、なるほど。ほう、これは無理だ。ちょっと待って、もう一回よく観察させて、こう行ってこう行ってこう行ってこう、こう、セーフティー、セーフティーなんちゃらで行かなくてもいいんかな。それはちょっとダッシュジャンプか、いけそうな気はする。ちょっと面白いぞこれは。なるほどね。あそこに入ったらもうラグなしですぐ撃ってくるから、当たったらもうダメだな。これは避けれる。こっちにあったら無理だぞ。難易度高え。これは無理、これは無理。最初の一発目はかわせるとかそんなレベルじゃない。いや、まあまあまあ分かってくれ、今のは分かってくれ。俺だけが悪いとは今のは言えないでしょう。タイミングがね。だってそれ当たってないって。あと4機だと、あと4機だと。そうだよね、そうだよね。ダメか、もうやっぱり今回も。ほんとタイミングゲーっつうか、急がなくちゃいけないのにタイミングバッチシだから。そうなんだ、そうなんだ、分かってるんだよ。ちょっと、そうなのかよ。ほっ、まだちょっと余裕ある。よし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 。ここで。じゃったらもうちょっとじゃん。もうちょっとじゃん、今の。ああ、もう一回でクリアさせてくれ。ああ。ここまで。ほな、また。